食べ始めました。そう、やばくない？セーナが、は、やばくないって言っても分かんないと思うけど、みんな分かんないんだよ。セーナが運動してるんですよ。え、でもなんかすごい、なんか世の中とのイメージの乖離がマジですごいなと思ったの最近、うん、私足速そうらしいんだけど、本当に申し訳ないけど、絶対そんなことないっていう前提で言うよ。せやな、多分 50m 走15秒ぐらいマジでなんか必死にめっちゃ疾走感ある感じで走ってんのにめっちゃ遅い。そう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 、なんか足速いわ、わかんない、なんか運動神経良さそうに見えましたけど、何見てんの変態ですにかける言葉健康的っていうところってちょっと運動神経良さそうにつながってると思うんだけど、なんかそういうところからしてなんか白いし折れそうだし、えこの中のこのこういうの上げるやつあるじゃん、まあ、向けて、あー折れるこれがさ、だーとか言ってさやってみ、ということで今日はみんなの恋人と出会ったきっかけを聞いてみた。じゃん、はい、なんか結構ね、いろいろあったよね。あ、そうさ、なんかうちらさよく言ってるけどさ、もう社会人になると出会いのきっかけってなかなかないよねみたいな、まあ、だからマッチングアプリとかよくおすすめしてると思うんだけど、うん、実際皆さんはどこで出会ってて、なんか意外とこういうとこでも出会えるんだみたいな情報がちょっと欲しくて。そう、みんなもね、出会いないですっていうコメント多いじゃん。そう、なのでちょっと出会いを今求めている方はみんなの出会った場所を参考に、こんなとこでも出会えると思うっていう参考にしてください。それではレッツラゴー。ですね、まあ、下の方から行こうかな、はい、OK、行きます。あの企業公式ツイッターアカウント同士でした。その交流の先で点待って、公私混同すな。え、本当に、え、あ、え、あ、だから広報担当と広報担当の子とかで、だからさ、なんか何々社公式と何々社公式で、なんか掛け合いとかしてたのかな。当たり前だけど相手の顔わかんないじゃん。そう、いい商品ですね。リプをし合ってたらなんか価値観が合うことに気づいたみたいな、乗り合うなこの人みたいな。すごくない？すごいね。それでさ、顔を送り合ったってこと？わかんない。だからそれでその同じ仕事だし、まあ、同じ仲の人じゃんから、あ、会いましょうみたいな感じで会ったとかじゃない？すごい、初めて聞いた。めっちゃ面白い。何何何何、ちょっともう一個飛ばして言うね。コロナの PCR 検査してくれた人その人に聞くわけじゃないし、一瞬じゃん、あの15秒とかの、なんか余談とかがその怖いですねって言ったとか。え、どっちが男性だったかが気になる。看護師さんだったのか、そう医師と女子なのか。うわ、何それ、やばくない？出会いってどこでもあるんだな。やばくない？でもさ、なんかもうあれかもしれないけどさ、そういうところで出会えてしまうならさ、彼がどこに行くとか全て心配になるよね。PCR、 え、それダメだよ。はい、次、はい、彼氏4年いない私に2ヶ月前に自分の経営してるカフェで声かけられて最近付き合いました。なんかかっこいいね。かっこいいポイントが多々ある。経営してるのカフェを。あ、そう、そうらしいです。ご自身で経営されているカフェでナンパされる。かっこいい。何それ。え、何それ、めっちゃいい。なんか彼氏さんがいなくて、でも突然自分の経営してるカフェに声かけました。すごいさ、勝手な想像で申し訳ないけどさ、その経営されてるってことは4年間彼氏がいなかったっていうのも別、あの、多分忙しかったとか、仕事をずっとしてきたみたいなね。そうだからそういう方だと思うから、すごい多分自分も持ってると思うし、だから言ってしまえばこれはただの、ね、憶測だけど、ナンパとかに引っかからないみたいな感じだと思うんだよ。素敵じゃない？何？なんかドラマじゃない？いいな。次、はい、ハプニングバー。
何それ。おっと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 みたいな。なんか罠がいっぱいあるバーみたいな。なんか入り口踏み外す。そう。なんだろう、あーってなっちゃうバー。やばすぎ。リングバーとは、さまざまな性的指向の男女が集まり、初対面での突発的なハプニングを楽しむ場所です。え？あ、え？すご。そんなのあるんだ。実は一つにはこれまであなたが見たことも言ったこともないようなめくりめく光景が日夜繰り広げられるハプニングバーが複数存在します。あ、これ聞いたことあるわ、私友達が言ったって話。え、それってさ、何？それを、そういうことをすることが前提なの？そう、ま、ワンチャンみたいな。だからみんなワンナイト OK の人しか来ないバーみたいな。わーお、待って、そんなとこあるんだ。結構衝撃的だ。でもこれで付き合ってるか。あ、そっか、付き合ってたのか。新しい世界で、新しい世界でした。はーい、はーい。ありがとうございます。彼が野球場でプレーしてた時に一方的に出会った。付き合ったかな、それは。てか、出会ってはないよね。そうです。え、見た。そう、見、私的には出会ってる。なるほど、恋に落ちました。はい、あの、ファンでしょ。うん、野球に選手としていた人のファンでしょ。すげえ。付き合ってたらすごい。うん、相当すごい。付き合ってなかったら、かわいい。かわいい。あの、出会ったって思ったんだね。彼の多分記憶にはないと思う。そう。いろんな恋があるから。はい、次。はい。小学校の恋に出会いました。うん、初恋の女の子です。うん、23歳の子を再会して、今3年お付き合いしてます。素敵。あるんだね、本当に再会して初恋の子と付き合えるって。でも私そうだ。そうだ、いたわ。全然他人事じゃなかった。何年越し？小3の時に出会って、あちらが転校生で、で、ちゃんと付き合ったのって高校3年生から大学1年生って感じ。あ、8年越しとか。あ、8年越しだ。初恋は諦めないで。諦めないよ。諦めないよ。諦めないで。はい、挙式会場。はい、あー、え、友達の、それの場合友達の結婚式ってことない？そうだね、挙式会スタッフ。スタッフ。あ、でも挙式会場と、まあ、友達のってありえるか。参列した友達、よくあるよね、それは。よくある。この年齢になって思うけど、結婚式友達のってすごい出会いの場だと思うんだ。そうなんだ。うん、うん、思うよ。まあ、だって親友とか仲いい子の、なんていうの、まあ、旦那さん、パートナーの友達たちみたいな。だからちょうどいい距離感だ。そうだし、変な人来ないじゃん。え、変な人来ないって言い方変だけど、その私の大好きな友達の旦那さんだから絶対いい人でしょ。で、その旦那さんの友達だから絶対いい人じゃん。確かに。そうだから、その自分とかけ離れた人ってあんま来ないと思うんだよ。うん、ってなった時に、でも初めましてじゃん、まあ、距離感がちょうどいいんじゃない。なんか、まあ、友達が結婚していて悲しいなと思っている私たちではありますけれども、そんな時にも出会いはあるかもしれない。そうなんです。まあ、あの PCR のスタッフさんと付き合えたぐらいなので、あの、どこでも出会いはあります。マジで、いや、マジですごい素敵だと思う、本当に。いや、ウケるな。待って、もう一回言うけどさ、 PCR の方って多分 防御してるよね。なんかいろいろ、あの、なんかマスクとかしてるよね、絶対。でも顔じゃないってことだよ。マジ綿棒刺しますねの声が良かった。なんか優しかった。痛いですか？涙出てますね。これで少しでもみんながこういうところで出会えるんだねっていう、なんか勇気になったらいいなと思います。そう、僕たちも出会いたいなと思った人はいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。毎週月曜日にインスタグラムの質問ボックスやってるので、ぜひそれを答えてください。フォローしてね。それではまた次回。じゃあねー。